はい、どうも、ルルカでございます。デスニーチャイルドやっていきたいと思います。はい、デスニーチャイルド更新が来ております。では、まずね、更新の内容を確認してまいりたいと思います。で、ちょっとね、ウェブ、DNN 版だと、ちょっとこう、画面に登場してくれないんで、一旦ちょっと音とか消えちゃうんですけど、ご勘弁ください。どいっと。3月14日アップデートと、なんとね、ストファイコラボが来ると。で、ワールドボストライアル開始しますよっていうのが、3月14日にあると。で、ちょっとまずこちらのね、3月14日アップデートから見ていきましょう。結構盛りだくさんっぽいですね。ちなみに更新終わって50分ほどです。3月14日のメンテナンスで、更新の内容は下記の通りですと。ワールドボス、ブーストチャイルドピックアップ。多分ワールドボスにおいてのブーストチャイルドなんでしょうね。で、ハッピーホワイトデー20184大イベント開始。ストファイコラボピックアップ。デビルランブル、ランブルコレクション開催。ランブルショップの陳列アイテムの内容を調整。これは嬉しいですね。はい。で、魔境のかけらを詰めて星5ケブリをゲット。これも頑張りたいですね。なんとか前回のイベントでもね、星5マートを手に入れることができたんで、今回もケブリがっつりゲットしていきたいですね。で、1週間か。まあトライアルだからね。20体みんな作りましたか？俺、なんとかね、星5までね、20体いたんで、ちょっと頑張ってみようかなと思ってます。これか、ブースト。見たことないかな？ストーリーとティルフィング。あれ？ティルフィングって前いませんでした？星4かなんかで。魔境のかけらが獲得数アップと。なるほどね。で、ワールドボスに特化したスキル。まあ、ちょっとこれは後で見てみましょう。で、これは、2週間。で、排出率3倍が1週間来ますよ、と。これがホワイトデーイベントか。の一つか。ログインイベント、ホワイトデーか、2018、一人からの贈り物。さっき出てましたね。で、進化ロードも来んだ。いいね。で、ゴールド 20% アップの、進化ダンジョン獲得素材 100% アップ、2倍もらえるってことですね。これ土日の8時から24時までなんで、これはちょっとお気をつけください。ストファイコラボ。何これ？チュンリーとキャミーだけ？まあ、絵かわいいっすね。ただ、まあ、性能はちょっと後で見ますか。で、ランブルコレクションっていうのが、魔界桜を詰めて、星5チャイルド召喚券をゲットしようと。結構、星5チャイルドを配り始めましたね。で、3月14日から29日まで。うん。ランブルに陳列されているランブル、アイテムやチャイルドの内容を調整しました。はい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 。これで見ていきましょうと。で、終了したのはマラティブダンジョン。1、2、3章攻略ビント。まあ、要はマートに関する、闇マートに関するイベント終わったよ、というところですね。じゃ次の見ていきましょう。これストファイコラボ乗ってんのかな、性能。乗ってないんだったら飛ばします。あ、乗ってますね。チュンリー水型。気候圏で対象300。転生客。1585。攻撃型ですね。対象の防御型の場合212の追加ダメージ。スピニングバードキック。2体に気絶中の敵を優先して2体を、気絶させられるのかな？気絶させるキャラと合わせろということか。誰なんだろう。で、百裂客が5194。気絶中の場合は500の追加ダメージ。恐ろしいな。あー、キャミーが使えんのか。気絶を。ありますね。キャミーと組ませると強いんだ。はー。で、甲賀も気絶させられるのか？そういうことだね。はいはいはい。
で、しかも妨害型だからスキルチャージ量減少もあるんですね。あとデバフ12秒間攻撃後1270。面白いな、使ってみたいな。デバフっていうキャラがね、あんまり使ったことないんでね。まあ、手に入るとは思いませんけどね。ディアブロ、メイブ、メブ、ヘラ。え、これもピックアップされてるってこと？やばいじゃん。出ないじゃん。ディナシーとマフデとは持ってないかな。オルがこの前手に入れたし。あ、シュリンコスも持ってないや。ヘラも持ってないか。メブは手に入れた。ディアボラス持ってないかな。なんでこれさ、ピックアップ、コラボピックアップなのに他のやつ出んの。やめていただきたい。さあ、目玉。目玉だよね。てか、多くね。まあいいでしょう。正確なんでね。見てってくださいよ。本日、ワールドボストライアル。21日の深夜4時まで。まあ、ストーリーはいいでしょう。膨大なヒットポイントを持った一体のボスを、すべての魔王、ちょっとコーヒー飲ませてください。与えたダメージ量、ランクに応じた報酬を獲得できます。これも、あれかな？支援読めんのかな？まあ、そうだよね。そうじゃないときついよね。ワールドボスを見る。で、出てきました。前列を優先して攻撃する。だから防御型を固めようみたいな話なのか。ドライブ設定で順番を指定する。なるほどね。結構戦略性もあるってことですね。なんかこれあれだな。完全に、あれと一緒、サマナーズ・ウォーのワールドボスに似てますね。確か応答しかできなかった気がする、あれ。300万かける449ってなんだろう。4498って。討伐完了って一人じゃ絶対できないよね。ボス討伐報酬。参加できんのかどうか書いてないな。2体ぐらいかな、ゲットできんのは。フェイズさん。そうですね。で、順位でまた2体。ははは。は、ブーストチャイルドを手に入れられるかどうかもかなり。で、4時4時か。寝れない。上がフェイズ、下がボスのレベル。まあでもめっちゃ欲しいっすね。OK。で、ブーストチャイルドピックアップ。まあこれはあれだね。うん。まあちょっと性能だけ見とこうか。ビルフィング。一人。お、ナンスじゃないですか。で、補助型。ワールドボス限定で対象の成長系統バフを5回削除。いいね。5回。はあ。ラバーズキャンディー。9体の光属性を優先し、味方9体の攻撃力を1680&ワールドボス限定で2ターンの間、後列中の攻撃力は最も高い味方を優先して、5体のスライドスキルクールタイムをマイナス2秒&20秒間、スライドスキルダメージは強っ。これ必須じゃないですか。シトリーちゃん。これやばいな。ひとりちゃん必須だわ。で、ティルフィング。ティルフィングって前も出たよね。そういえば手に入んなかったわ。ここで出てくんだ。
出血か。で、ワールドボス限定で追加ダメージがあると。ワイルドボス限定で切断。出血中毒中の場合は追加ダメージ3回。はあ。だから出血中毒を、与えられるキャラと組ましてやると大ダメージが与えられると。そういうことですね。でしかも、ワールドボス時全体の防御力を 8% 上げられる。なかなかですね。他にいんのかな？10% 以上上げられるやつとか。 10% 上げられるんだったらこの子をリーダーにする必要ないもんね。ランブルコレクション。デビルランブルのランブルミッションの報酬とランブルショップにイベントアイテム、魔界桜が出現。そうね、そのランブルショップを使ってる人はあんまいなかったと思うんでね。で、250個以上で星5チャイルド召喚券。249までで星5チャイルド召喚券。まあ、チャイルドの召喚券は、まあ、もらえると。どちらにしろ。いうことですね。魔界桜の出現率は 19%。 5回に1回か、まあ、頑張ればいけんのかな。だって毎回5試合できますもんね。あ、そっか、ショップに並ぶ確率が 5% に 19% に1回ってことか。はいはいはい。でミッションでは必ず手に入ると。でホワイトデイイベント、なんか説明だけで相当長くなるんだ。進化ロードと、まあここら辺のアップっていうのは日付だけ気をつけてくれればいいと思います。で一人の贈り物の内容が、あ、最終的に星5武器防具装備チケットですね。で1000クリスタル、いいね、装備充実させられるね。でミッションコンプで WD ホワイトデイ限定光属性星5チャイルドチケット。へえ、誰が出るとか決まってんのかな。一人を含む厳選星5チャイルドで、マジかい、一人出んのかい。マフデと、あー、バステといっぱい持ってんだよな。3体持ってんだダナ、ディアブロ、アリア、まあ全部欲しいね。マートも欲しいし、いるんだったら欲しい。まあちょっとモアはちょっと微妙かな。OK です。まあこんな感じで、イベントは進んでいくみたいですね。じゃあちょっと画面戻します。よっと。間違えた、間違えた。はい。で、まず。一汗かいたわね。拾っていきましょうか。悪魔よ、神の使徒に冷たい飲み物を捧げなさい。まああともう変わりすぎでしょっていう。で進化ロード、今ちょうど進化させようとしてるんで一気に終わらせたいですね。でずっとねナラティブダンジョンやってたんでスタミナ全然使ってないんでね。その代わりゴールドが260万になっちゃった。ちょっとじゃあやってみましょうか。ワールドボスね。集計中。え、まだできないってこと？あ、まだできないんだ。4時からか。
まあいいや。これがコインか。コインで交換できるやつね。フェーズ1突破でケプリが開けると。ワールドボスランク、まだ始まってない。あ、あれ始まってる。え、マハポーシャさんやってるわけないよえ、どうや、あ、そっか、これも、これもあれか、プレイしてやるのか。ヘルプで見てみよう。ワールドボス、来た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 、行くぞ行くぞ。まずは防御型、補助型、妨害型で20体並べていくぞ。防御型はね、あんまりないんですよね。だから妨害型が中心になっちゃうんだけど、これで10体だよね。あ、ちょっと待って、この子まだレベル1じゃん。あ、モアもうレベル1やんまあいいや。レベル1多いな。このために育ててきたんじゃーい。よし、行こう。全部星5以上で固められた。行くぜ。156,006か。行くぜい。私の歌を聞いてください。でかいぞケプリ。あ、しまった。スキルの優先順位とか全然ない。激しい戦い。あ、もうやられた。誰がやられた。誰がやられたか全然わからない。でも見て、もう50万与えてるよ。助けてー。うわあ、でも死ななかった。これちゃんと星6にしていけば、あの最初の方のレベルのやつはそこまで脅威じゃないかもしれないですね。頑張ってみます。いけ闇マートで、オートフィーバー。誰が攻撃してんの誰が攻撃してんだオートリミット頑張ってみますか。ここはクランプスとかでしょ。いけモーガン。すごいな。壁型がやられてんのか。ね、回復型がね、正直言うとそんな強くないからね、もうちょっと回復型増やした方がいいかもしれないね。絆とかも全然やれてないから、防御型さすがに何を防御しろってんだっていう状態だと思います。
誰が攻撃してんのか全くわかんない。時間は全滅までってことかな。あ、14秒。なんか初めてにしては100万ぐらい与えられましたね。52万え？どういうこと？あ、違うか、自分のじゃないからか、人のやつだからだ。あ、でも俺、え？あ、もうこれ終わってるってこと？いやー、1位の人やばい。ちょっと待ってよ、みんな100万とか与えてるじゃねえかよ。これ難しいな、ドライブ順とか。パンテオン。で、クリティカル上げて、あ、違うな。アリアだな。ドライブゲージ上げて、アリア貼って、エンジェルボイス。こっちが先か。そうだな、やっぱ防御型のドライバー先に出した方がいいね。で、ここら辺でクランプついてって感じかな。これどうなんだろう、まあ誰か死んだらマート優先でやってくれんのかな。これ扱いたいな、感じかな。ちょっと難しいな。そんな余裕で大丈夫かしら。これ新しいケプリ出てきてるやん。ちょっと長くなっちゃってごめんなさい。まだまだだ、一戦殲滅する。ハンターのステージ、いい、ハンターのメタディオか。まあ、とりあえず入れるも仲間はレベルマックスで、絆マックスの方がいいっすね。あっという間に死にます。で、あとは、リーバータイムはね、早い方がいい。で、回復はできるだけ挟みたいですね。できれば敵のドライブゲージを下げるやつとか欲しいっすね。みんなで順番にやるんだ、フィーバー。頑張ってみますか。これ相当研究しないと難しいな。頑張ってみますか。頑張ってみますか。そんな。やるな。やるな。そんな。そんなもの斬撃。必ずこの5人死んでんだよ。防御型のうち4人やる。これで回復もできるからね。いけフィーバータイム。次はこちらの番だ。
アリア死んじゃった。頑張ってみますかね。これがそうだから。いやーちょっとあれだね、使われる頻度が早いね。ここはきついね。50万。これか、結果集計中。いや面白いね、なんか今までと違う感じで。授けましょう。なんかやっぱり育成する、どっから育成すればいいかっていうのはすごい考えさせられますね。はい、なので星6のキャラをね、進化ロードも含めて増やしていこうかなと思いますね。今星6すぐできるキャラが何体かいるんですけど、これだけいるんで2体はできるんですけど、何を入れるか、甲賀か。アンパイを狙っていく方がいいのかとかね。なんかマートとかはいた方がいい気がすんだよな。マルスだ。マルスとかいた方がいい気がすんだよな。あんた何なの？バリア張れるし。デスがいまいちちょっと分かんなかったな。挑発か。これはちょっと外した方がいいのかもしれないな。ヒットポイントがそんな高くない中では。うん。まあ、ちょっといろいろ考えてみます。はい。というわけでね、3月14日アップデート情報でございました。もし参考になったよーっていうことがございましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあね。